川雄一郎の3つのほっとけないということと、やっぱりほっとけないことがいくつもありまして、まず3つ出させてもらいました。まあ、1つ目が、借金が多すぎると、県財政の再建とあるんですけども、今石川県というのは1兆2300億円 の、 県債借金を抱えています。でこの20年間谷本県債の中で約8000億円近く借金が増えました。でこれ今どういう状況になっているかというと、財政指数でいうと日本の47都道府県の中でワースト5という形になります。で県民の方はほとんどこういう状況になっているということを知りません。で何が問題かというと、情報公開があまりされていないんですね。で情報公開というのは民主主義ではやっぱり当たり前のことやし、情報公開が民主主義の通貨であるとも言われています。でそんな中で、47都道府県でワースト1、僕はやっぱりこれを変えていきたいし、しっかりと県民の皆さんに、県のことをまず知ってもらって、何が問題かということを考えてもらいたい。そんな中で財政の再建で、これはやり方いくつもあると思うんですけども、例えば予算編成の過程ですよね。石川県というのは、年間5500億近く の、 予算がありますが、その過程予算組むまでが、完全にブラックボックスで、僕ら議員も全く見れない状況になっています。で今日マスコミさんもいますが、マスコミ報道と同じタイミングで僕らはその予算提案を見て、で議会ではそれでイエスかノーかしかできないんですね。で進んでいる県では、この情報公開が進んでいる県では予算編成過程を一から県民にも見せていきます。これをすることで本当にわけのわからない予算がつきにくくなるし、それまで議論をしっかりして本当に大切なところに予算を割り当てて財政を再建していくということができると思います。で次に、県民所得の1割アップです。でこれでいいんですかと思うんですけども、実は石川県かなり県民の平均所得が低いです。北陸3県で言ったら、富山に、そしてこの前福井にも抜かれて今北陸で最下位になりました。でここにグラフがあるんですけども、年間所得、富山が290万で、福井が、279万6千円、そして石川県が265万2千円と、1割上げたら少し富山を抜けるかなという感じになります。でなんでこんなに県民所得が、年々下がっていってるんですけど、なんで下がっていくのかなということを考えると、まずやっぱり非正規労働者がどんどん増えて、正社員になれずに若い子も含めて増えています。でもう一つは会社が潰れているんですね。で石川県でなかなか新規の事業が立ち上がらないところなのに、中小企業がどんどん潰れていく。で2011年の統計でいうと全国の中で一番企業が潰れた割合が多いのが石川県なんです。で県としてはそれなりにいろんな補助メニューを作って中小企業の支援をしてやっているんですけども、それが身になっていません。本当にやっぱり企業が欲しがっとるものと、県が上から目線で落としていく予算と全く違ってて、やっぱり継続的に企業を伸ばしていって雇用を生んで、そして税収を上げていくっていう、こういうサイクルを作るのが行政の役割なのに、残念ながら出して終わりっていう、無駄なことがかなり続いているので、僕はやっぱり自分自身の力っていうよりも若手の経営者であったり、やっぱりしっかりとした考えを持った方と一緒に伸びる企業をどんどん伸ばして、で税収を上げて、で助けられる企業はどんどん助けていくと。で戦後小松市で今の小松製作所が倒産しかかった時がありました。でその時に小松市は何をしたかっていうと、小松製作所の債務保証を、金融機関に対する債務保証を市が行ったんですね。面倒を見るとものすごい、当時にしたら大きい金額やったと思いますし、今の和田市長のおじいさんにあたる方がそれをされたというふうに聞いています。でそれによって今小松っていうのは本当に世界に羽ばたく企業になって、石川県に対しても大きな恩恵を与えていただける、そういう企業に育ちました。行政っていうのはやっぱりそういう部分で持てる力を出せばいろんなことができるでしょうし、自分自身はやっぱり企業を盛り上げて税収を上げて、そしてさっき言っていた県民所得の1割アップ、これはやっていきたいなっていうふうに思います。
県原発と書いてあります。でこれ石川県には石川原子力発電所っていうのが2基ありまして、今止まっています。で原発問題ってやっぱり皆さんそれぞれ考え方があるでしょうし、思いもあると思います。で僕自身の思いを言うと、東日本の大震災の後福島第一原発発電所に、まあ、実際見に行ってきました。でそこに本当に住んでいた、周辺に住んでいた方の声を聞いて、家を失ってふるさとを失って帰れないっていう悲痛な方の声を聞いて、ひとたび暴走してしまえば人間の力ではどうしても何もできない、こういう原発をどうすればいいかなと。でましてや自分たちが住む石川県にもあるし、この加賀であったら福井から、本当に福井にたくさんの原発があります。何かあったら自分たちの住んでいたふるさとが奪われるんです。経済中心でこれまで原発っていうのはたくさんできてきました。まあ、ただ今東京都知事選でも議論されているように、本当にこの国の将来のことを考えて原子力発電所をどうしていけばいいかっていう、そういう選挙が行われています。石川県にとっても現職は、まあ、推進に今旗を振り出しましたんで、私自身はやっぱりなくしていきたいなという思いで、でこの転原発という意味ですけども、転換です。転換する原発で、石川原発は石川クリーン発電所に。なんでこんなことを言うかというと、原発施設ってもう実際あるんですよね。そこにはたくさんの周辺の変電施設だったり送電網であったり、その設備を使ってこの周辺施設に波力発電であったり風力発電であったり、また太陽光であったり、そういう施設を集約して、また石川県で独自で研究機関を作って、こういう自然エネルギーの研究をしっかりと進めて、県外であったりまた国外に産業として売って出れるような、石川県の産業としてこのクリーンエネルギー作りたいなっていうふうに思います。でここで作ることによって、また地元の雇用も守られていくわけですし、ぜひとも次の世代のためになんとか原発というのはやめていきたいな。まずは再稼働を停止で、廃炉に関してはこれ県が独自でどうにもできる問題ではありません。最終処理場の問題であったり、また本当に廃炉にかかる予算だったり、国が指導してやらなくちゃいけないので、そこはしっかりと国と話をしながらやっていきたいなというふうに思います。でもう一つ最後に、この原発の問題ですけども、僕も2年前にニューヨークの国連に行って、震災後エネルギー担当の方と話をしてきました。でどうしても世界各国で原発が回っている、動いているのは、日本のようにやっぱり原子力村というのがどこの国でもあって、それぞれ利権をこもっていると、もう一つは核の転用ができると、核兵器にという意味でやっているんだと。ただ福島の事故もかなりの国がこれじゃダメだということで議論を始める、国連でそういう話題が上がってきたと聞いています。そんな中で去年の11月何があったかというと、国連の事務総長とそして世界銀行の頭取が話をして、原発に関しては国連世界銀行ともに一切支援をしないということが決定されました。でこれは日本では報道されていません。世界ではそういう動きに間違いなくなっているんです。私自身も確信をしています。ぜひ本当に次の世代のことと、また原発って安いイメージで皆さん刷り込まれていると思うんですけども、廃炉まで考えると高いんですよね。だからぜひともそういう問題点を今回の選挙でもぜひ皆さんに理解をいただいて、なんで原発がいらないのか、安ければ動かせばいいやろっていう声がありますけども、実際高いということを理解してもらいたいなっていうふうに思います。